はいどうもキリアです。前回ガーディアンテールの、パソコンでのプレイ方法について、こちらの動画で説明をしたんですけれども、ツイッターの DM などでインストールの方法がわからないですとか、あと動作がちょっと不安定でどれぐらいのスペックが必要なのか、今私が使っているパソコンがどれぐらいのスペックなのかっていう質問がありましたので、一応まあ簡単にですけど動画にしようと思います。まずダウンロード方法なんですけど、この動画の概要欄にある URL に飛ぶと、この画面になります。この画面で、まあ、どちらでもいいんで、まあ、こっちかな、ダウンロードしていただいて、 Google Chrome の場合は、こちらに、ダウンロードの内容が出てきます。その他のブラウザを使っている方はエクスプローラーのダウンロードフォルダの方にダウンロードされてますので、そちらから展開をしてみてください。このダウンロードが終わりましたら、クリックをしてインストールを行います。そうするとデスクトップに、NOX のアイコンが出てきますので、そちらからプレイ可能になってます。はい、インストールが終わりますと、デスクトップ上にアイコンができますので、そのアイコンをダブルクリックするとこの画面が出てきます。私はもう結構使ってるんで3つエミュレーターを起動できるようにしてるんですけど、このエミュレーターの追加でね、エミュレーターをどんどん増やしていけまして、何窓も開いてねゲームやりたいなんていう人はエミュレーターを増やすといいと思います。通常は1個で十分なので、ここの再生ボタンを押すとエミュレーターが起動します。こんな感じですね。これで、エミュレーターが起動しますので、ここのアプリ検索で入れたいアプリを、検索してダウンロードをしてください。その際に必要になるのが Google Play のアカウントが必要になりますので、もし今 Android のスマートフォンを持っている方はそのスマートフォンと同じ ID で大丈夫です。だからスマートフォンが iOS で Google Play のアカウントを持っていない方は新規でここで作ることができます。ダウンロードする際に作るように出てきますので、そのままアカウントを作っていただければと思います。そして必要スペックなんですけれども、2、3窓ね、開く場合はこれぐらいのスペックが必要だよという内容があります。でメモリも 8GB 以上必要だったり、 CPU もそこそこ必要なので、ただちょっと起動してみないと分かんないので、一回ダウンロードしてみて起動してみてください。それで重たかったり動作ができなかったら、まあダメだったんだなと思っていただければ、正直ちょっとやってみないと分かんないんで、どのみち無料なので、まあ、気兼ねなく試せると思います。そしてまあ丁寧にね、ご利用中の PC スペックを確認する方法とかもね書いてありますので、こちらで確認していただければいいかなと思います。こちらの確認ページも動画の概要欄に URL を載せておきます。よかったら活用してみてください。質問があった私の PC のスペックなんですけど、一応こちらになります。ちょっと YouTube 始めるのにハイスペックなやつ組もうと思って結構強い PC を使ったんで、私はちょっとエミュレーター使ってて全然重たさとか感じないんですけど、スペックによってはカクついたりっていう人が結構いるみたいなので、一回試してみてください。そして実際に使ってみて、めちゃくちゃ重くて使い物にならないっていう方もいらっしゃると思うんですが、一つ確認してほしいことがありまして、ここのびっくりマーク、これがついているかついていないかですね。このびっくりマークがついている状態だと、バーチャライゼーションというものが無効状態になってますので、これを有効にすることでスムーズになることがかなり多いです。こちらの確認方法だったり、有効にする方法だったりっていうのが、こちらのページに書いてありますので、これも概要欄に URL を載せておきます。重たくて使えないという方は、こちらも確認してみてはいかがでしょうか。そして、バーチャライゼーションを有効にすると、ここの設定ボタンを押して、この性能設定を押すと、どれぐらい機能を使うかという選択が出てきます。重たい方は1コアの2000メガのメモリになっている可能性が高いので、こちらを高いですとか中ぐらいにしてみてはいかがでしょうか。パソコンの性能を使うようにはなりますが、それでスムーズになることもかなり多いです。はい、ということで今回はガーディアンテールをスムーズにプレイするためにエミュレーターの導入の仕方や重たい時の対処法などを説明してみました。いかがだったでしょうか。ガーディアンテイルズでの設定方法なんかはこちらの動画で別途やっておりますので、よければこちらも確認してみてください。それでは今回の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。